ようございます。4時55分になりました。本日12月の17日の書籍の紹介をさせていただきます。早いもんでもう今週も今日は金曜日でこの書籍の紹介平日しかやってないので、最終日になったんですけども、今日の本はですね、たまたまじゃないんですけれども、昨日は日本マクドナルドの原田栄光さん、とことんやれば必ずできるっていう、こちらですね、まだこちらあります、こちらの方を紹介させていただいたんですけれども、今日はその内容に付随してじゃないんですけど、付随っていうか近い内容じゃないんですけど、こちらになります。一瞬で恐怖を消す技術、一瞬で恐怖を消す技術、マイケル・ボルタックさんという、コーチングをされている方なんですけれども、何が、ポイントになるかというのは、こちらの方もですね、営業の部分でやはり例題として出されているんですね。特にその中でやはりポイントとなることは、とことんやんなきゃダメなんですよっていうことなんです。このたまたま昨日こちらの方で紹介した原田栄光さん、マクドナルドの方も書いてるんですけれども、とことんやることがやっぱり大事なんですよっていうことなんです。とことんやっていけばこの恐怖っていうのも消えていきますっていうことです。で、特にこの営業の部分でですね、書かれてるところなんですけれども、ですね、これ面白い考え方だなと思うのは、106ページにですね、これいいこと書いてあるんですよね。本当に、断られることから始まりますよっていう、営業はもう断られて当たり前っていうところの観点から入っていくんです。断られたらどうしようっていうふうに考えるんじゃなくて、何回断られたら成功が制約できるだろうっていうふうにして、断られるのが当たり前っていうふうに考えるんですよ。断られたらどうしよう、ああやだなとかって考えるんじゃなくて、あ、30回断られたから1個制約ができたとか、そういう発想で物事を考えることが大事ですよって書かれてます。それとですね、トップ営業マンは要は2% なんですよっていう部分なんです。全体の 2% しかトップ営業マンは成り立ちませんということです。その 2% が残りの 98% の売上と他の人の 98% の売上を占めてますっていう部分です。よく日八の法則に、2対8の法則とか 20対80の法則っていう、イタリアの学者が編み出したパレートの法則っていうのがあるんですけども、よくそれ一般論で言われてるんですけど、このマイケル・ポルタックさん書かれてる本は、上位 2% のトップセールスマンが 98% の売り上げ占めますよっていうふうに書かれてます。私自身このね 2%、 残りの 98%、90% 以上の数字っていうのはね、初めて目にした数字なんですけれど、それだけやっぱりトップ営業マンっていうのは売上、他の残りの売上も占めてしまうんだなっていうのをよく、こちらの書物で把握することができました。中でもその中でトップ営業マンと他の人の違いっていうのは、やはりもうトップ営業マンは断られても訪問回数何回も何回も繰り返して訪問するっていうところがポイントとして書かれてます。やはりそれっていうのはマイケル・ポルタックさんも書かれているザイアンスの法則、アメリカのこれ心理学者の法則なんですけれども、行けば行くほど人間、顔を合わすほど、コンタクトを取れば取るほど親近感が湧いてくるんですね。そういった形で、要はトップセールスマン、トップ営業マンっていうのは1回断られただけじゃ絶対諦めません、2回断られただけじゃ諦めません、3回断られただけじゃ諦めませんっていう形で、何回も何回もやっぱり継続的に訪問するっていうふうに書かれてます。そうするとやっぱり結果が出るっていうふうにこちらのマイケルさんも書かれてます。私自身本当に
あの営業の方ずっとやらさせていただいている中で、やはり継続的に訪問する、何回も何回も繰り返し断られても訪問するお客様と顔を合わすっていうのは最終的にはまあ制約に結びつくっていうことを実体験私もしてます。そんな中でまああのこのマイケルさん書かれてるんですけど、商品とかサービスを売るっていうふうに売っちゃダメなんですよって、ポイントとしては情報を提供しますということを書かれてます。まあ、私自身、まあ、コンサルでアドバイスさせていただくんですけれども、本当商品とかサービスを直接これ買ってください、あれ買ってくださいってお客さんにまあしつこくしつこく言ってるとそれは嫌がるんですよ。そういった部分であなたの取り扱っている商品やサービスに関連するもしくは付随することの情報を継続的に提供することが大事ですよっていうことなんです。まあ、これはあの、まあ、私のブログやツイッターの内容が正直言ってそうなんですね。別にあの皆さんに直接買ってくださいっていう部分じゃなくて、ただ興味のある方は、まあ、このユーストリームもそうなんですけれども、ビジネスやセールス、営業、マーケティング、戦略並びに自己啓発に関わるところに関しては継続的に情報提供をさせていただきまして、まあ、皆さんのお役に立たせていただければっていうところで書かさせていただいてます。まあ、これが直接皆さんに対して何かを買ってくださいっていう売り込みじゃないっていうのはご理解いただけると思います。まあ、こういった部分でですね、トップセールスマン、トップ営業マンっていうのは継続的一貫性を持って情報提供することが大事ですよっていうのも、やはりこの本、一瞬で恐怖を消す技術っていうマイケル・フォルタクさん、フォレスト出版さんで書かれてる、出されてる本なんですけども、こちらの本でも書かれてます。ぜひとも皆さんもまあそういった部分で、まあ、トップ営業マン、トップセールスマンになるならないっていう部分じゃなくて、自分自身をやはり、周りの人に分かってほしいとか、自分はこうでありたいっていう、まあ、パーソナルブランディングですね、そういった部分でもこちらの方役立てるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。いつもありがとうございます。落合克彦さん、 2% のトップ営業マンはその他の 98% の違いは一度断られても諦めない。本当そうなんです。ありがとうございます。本当まとめていただきまして、本当、諦めちゃダメなんです。何事も一度や二度諦めてお願いして断られても当たり前なんですよ。やっぱ成功する人とかうまくいく人ってはもう諦めないでお願い し続けるとか、そういった部分が大事なんです。どちらこちらどうにあるかな、ごめんなさい、この書物の中にはちょっと今すぐには出てこないんですけれども、成功の9ステップ、成功の9ステップという本書かれているジェームス・スキナーさんもやはり言われてますね。一度や二度諦める、一度や二度お願いして諦めちゃダメだと、やっぱ継続して諦めないでアプローチお願いするっていうことが大事ですよっていう方が、まあ、自己啓発の本書かれてる方にもの内容にも書かれてました。ポイントは本当諦めちゃいけない、継続してアプローチする、それも商品サービスを売り込むんじゃなくて情報を提供することですよっていうことです。それがまあ今日の大きなポイント。あと何件断られたらようやく制約に結びつくんだっていう、自分自身でそのルールですよね、そういった部分を自分自身で身につけていただければ、営業とかで、まあ、特に新規開拓営業なんですけど、断られても怖くないと思います。まあ、そういった部分で今日このような本を紹介させていただきました。12月17日、もう12月ももう半分以上終わってしまいましたね。もうあっという間に今年も終わってしまうんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん体調等を崩さず気をつけて頑張ってください。昨日ですね、私自身日帰りで下関の方を出張に行ってきたんですけど、やはり下関も雪が待ってました。山口宇部空港からですね、下関市内に入ったんですけど、その途中やはり山なんですね。山で、まあ、瀬戸内海であったかいっていうイメージがあるんですけど、もう本当吹雪でした。まあ、九州含めて、まあ、日本全国今は寒い寒気に覆われてるんですけど、皆さん風邪などひかないように頑張ってください。
それでは今日の配信これで失礼いたします。ありがとうございました。